車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト辻パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がついに完成しました。こちらでございます。はい、まずいいですか、はい、質問があります。はい、どうぞ。オーナー様は冗談が通じる方でしょうか。冗談が通じるか通じないかさ、通じると思います。あ、本当ですか。はい、じゃあ私から正直な感想をよろしいでしょうか。はい、柄が悪い。柄が悪い。これすごい迫力じゃないですか。いや、これはやばい。入庫の一番最初の状態でも、はい、こうマットブラックボディで、うん、まあ、各部黒くて、はい、すごいいかついなと思ったんですけど、さらにその上をやっぱり超えてきましたね。いや、さすがにやっぱマンソリーってなるとこうなるんだっていう。もうマンスリーなんか真骨頂ですよね。もうザ。そしてめちゃくちゃかっこいい。かっこいい。というわけで、まあ、入庫の状態から見てる方だと、はい、まあ、ノーマルの状態とこの状態で違い分かると思うんですけど、改めてこちらご紹介させていただきたいと思います。はい、でもうとにかく今回は真っ黒っすね。とにかくもう今回は、まあ、内装がちょっとね華やかな色味なんで、外装に関してはもうモノトーンというかもう色を入れないっていうスタンスで作らさせていただきました。結構この黒系でまとめても色入れるパターンありますよね。うん、そう、なんかね、あのロゴに色を入れるとか、ちょっとワンポイントで入れるっていうパターンもあるんですけど、今回はもうあえて黒だけにしようかな。何も入れてないと、うん、まあ、入れようと思えばいろんなところに入れられる。いろんなところに入れられる。このグリルのこのフィンの裏側とか、はい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 、最近あの見たのはこのフライングレディ目塗ってましたよ。目だけね、目だけ塗ってる。海外そういうのあったりとか、ホイールとかもいろいろ入れられますけど、はい、今回はとにかく全部真っ黒。はい、ただ黒と言っても、はい、このマットとグロスのいい感じのコンビになってるんですね。うん、結局もうカーボンは絶対入っちゃうんで、なんであんまりこう色数を増やしたくないっていう意味で、ただトーンを変えてカーボンとボディカラーとグロスとみたいな、イメージで塗り分けはしてあります。なるほど、はい、というわけでまずボディカラーから見ていきたいんですけど、はい、これ入庫の状態とだいぶ変わりましたね。そう、プロテクションをね、結局最初の段階ではもう素っ裸では乗りますみたいな話でスタートしてたんですけど、やっぱり貼ろうっていう話でステルスのプロテクションフィルムを全部全身貼ったんで、色味がちょっとねどうしても変わってしまうかな。さすがにあのマットカラーで、いや、あれはやばいと思う。無防備な状態で乗れないですからね。というわけで今回はステルスフィルムを施工したんですけど、はい、やっぱりステルスフィルムだと純正のあの少しツヤありめのマットブラックから、うんうんうん、ワントーンツヤがなくなる。そうだね。でどうしてもステルスフィルムってそのツヤの加減は調整できないんですよ、ね、できない。で僕の感覚的にですけど、メルセデスのマットはかなりこのステルスマット近いかな。確かに。確かに。だから貼ってもあんま違和感ないですけど、ロールスのこの今回のツヤあり気味のこのマットに貼ると結構やっぱり差出ます、ね、もう少し引けた感じがするよね。ただ外に出すとやっぱりこの内側が見えるんで、キラキラ感はやっぱり太陽光なんかと結構見えます。というわけで今回は全部ですよね。はい、全部です。でこれやっぱり貼らないところがあって OK っていうのはありえないんで、そうですね、とにかく交換したこのマンソリーのバンパーも、はい、このヘッドライトもボンネットも全部貼ってる、はい、全部貼ってあります。であの施工途中の様子も僕見ましたけど、あの全てがでかい。でかい。こんなでかい。このボンネットに至ってもこれフェンダーに至ってもこれを全部確かにガバッて貼るんで、ワンパネがでかい。で昔ってあんまりでかいパーツってこう1枚で貼れなかったんですよね。はい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 、ロールに限りがあった。フェラーリなんかも真ん中にこう線が入ったりしましたけど、うんうんうん、今結構貼れるんですよ ね。というわけで1枚物でごっそり貼ってあると、はい、あと各部どこまでがもともと黒で、はい、塗り足したのか分かんないんですけど、はいはい、とりあえず、まあ、フロントが行くとここが黒くなかったんで、これは覚えてます。スプリットオブエクスタシーが、はい、ここだけメッキだったね。土台は黒いんだけど、はい、こいつ自身はメッキ。でこっち純正でこっちで。そう、はい、というわけで真っ黒になって、下に行くとエンブレム、今回はこの文字の部分はマットに一応なってて。待って分かんないです。ああ確かに。で外側はグロスになってます。あれこれ元々は文字がシルバーですか？文字が黒。あ黒か。で土台がメッキ。そうか、ブラックバッジじゃない。
標準の方のエンブレム、そうブラックバッジがないから、そうですよね、そうそうそう、ファントというわけで、これは何人が気づくか、一応塗り分けてます。このへこんでるところはマットになって、はい、そしてあとはあとはフィンがメッキだったんで、フィンはグロスブラックにラッピングされてます。あ、これラッピングなんですね、はい、分かんないですね。分かんないよね、はあ、色味も結構似た感じなんで、うん、全然分かんない。そしてこういった部分も全部細かくプロテクションが施工されてるんです、はい、あったります。あ、でここもメッキだったのを、あ、そっか、ここの1本線がねメッキ入ってたのをグロスブラックに貼ってます。ここじゃあこれビフォーアフターでちょっと間違い探ししないと。そう、この辺はねちょっと純正がね全部ここは黒いけどここはメッキでここはメッキでみたいな。でこっちはもともと黒なんですよね。そう、もともと黒です。そしてここから下がマンソリーのバンパーになって、はい、バンパーになってます。当然ドライカーボン製のもちろんバンパーになってます、はい、というわけでこの辺デイライトが追加されたりとか、うん、はい、動画とか写真で見るより実写で見た方が結構前にねこう出てる。そうなんですよ、横も前も結構出た感じの、うんうん、あとこの下もなんかもともとついてたかのようなメッキだったデザインですけど、うん、ここもマンソリーのパーツ、はい、でちゃんと上となんか つながるような、そう、縦のラインがね、で全部真っ黒黒に仕上げてある、はい、なってます。これはいかつすぎますね。これはもう押し出しの鬼なんか幅2メートル高さ1メートルみたいな、うん、真四角のこうやばい、はい、俺だからバックミラーでこれが映った時いやいやもう絶望感たらないですよ ね、というわけでこんな迫力の前回りになった、はい。そして横に行きながらなんですけど、はい、これここも変わってんですよね。そう、今回 そのマンソリーのキット自体がフロントフェイスキットなんで、フロントバンパーとフロントフェンダーは同時交換でセット売りです、はい、というわけで回っていきながら見たいんですけど、はいはい、このヘッドライトの周り、このもうフェンダーなのかボンネットなのか、そうね、確かに、はい、りなのかフェンダーなのかボンネットなのか、ここのパーツごっそりも全部マンソリーになってる、はい、変わってます。でこれもともと純正はプラスチックなんですよね。そうだったね、うん、でマンソリーなんで全部ドライカーボンになってる、少し軽量にもなってますね、なってるみたいです、うん、そして、はい、この後ろにはダクトが追加されてるんですよね。ダクトがフェンダーの形状がちょっと変わっていて、この部分がもともとないダクトがついてる。でこれが本来メッキのステンレスのプレートみたいなのね、はい、くんですけれども、はい、今回は全部グロスのブラックで仕上げてある、はい、でこれは純正移植ですよね。そう、それは純正移植で黒く塗って、同じようにエンブレムも塗り分けてつけてます。これも中マットになってるんですね、はい、細かすぎます。なってます。そしてこっちはこのパーツについてくるマンソリーのエンブレム、はい、もマンソリーの文字が白だったそれもともと白だからシルバーですよ ね黒に無理言って黒にしてもらってこれでもあのクリアで閉じてあるやつだから、うん、色替え多分めちゃくちゃ大変だと思うんですけど、 そうそれもなんと全部真っ黒になって、はい、そしてあとはここに収まるホイール、はい、入庫の時はお見せすることできませんでしたけども、はいはい、装着したこちらがマンソリーのディッシュのホイール、はい、これめちゃくちゃかっこいいですよね。これがやっぱり一番似合うんじゃない、まあもちろんその好みがね、ディッシュ系のホイールがあんまり好きじゃないんだよねっていう方もいらっしゃると思うんで、もちろん好みだとは思うんですけど、個人的には一番ロールスっぽいかなっていう。なんかビッグセダンとか SUV に持ってこいの、うんうん、こちらの24インチ、はい、そしてこれもいろいろできるじゃないですか。いろいろできます、はい、本国の見てたりすると、うん、この溝に色入れたりとか、はいはいはい、このなんか縁に色入れたりとかね、そうそうそう、うん、やってたりしますけど、はい、今回はもう全部、はい、グロスのブラック、はい、もともとがダイヤモンドカットみたいな、天面ダイヤモンド側面黒だったのをもうすべてグロスブラックでまるっと塗り直してつけてます。ものすごい迫力っすね、足元も。そう、もうこうやっぱこうなるとねいいかなっていうね。でこれちなみにちゃんと鍛造ホイールなんですよね。もちろん鍛造でメイドインジャーマニーだもんな、はい、今回。そしてセンターキャップはこのマンソリーのフローティングタイプの、はいはい、このタイヤが回っても、うん、動かないやつ、回らないやつ、はいはい、で周りも黒く、あ、なるほどなるほどなるほど、メッキが残らないようにというわけでこんな感じで仕上げてる。で、はい、これに組み合わせるタイヤが、はい、最近登場率高くないですか。はい、アドバンスポーツ V107 こちらが組み合わせてと。で、はい、サイズの方が295っすよね。295-30-24投資っすね。これもしかしてなんですけどゲレンデのサイズですか。ゲレンデもそうだし、レンジもそうだし、カリナンもそうだし、
ベンテイガとかもそうだし、みんな同じ。普通に大型 SUV のサイズ。サイズが入ってます。僕の股ぐらいありますからね。そうね、確かに確かに。これじゃあ外径も少し上がってんすか。外径も少し上がってるから。なるほど、うん。というわけでこのドデカタイヤが装着されてる、はい、でこれ評判やっぱりめちゃくちゃいいですよね。めちゃくちゃいいよねやっぱりね。今まで24ってほとんど選択肢がなかったので、なかった、良くも悪くもグレデシテイン一択だったんですけど、はい、ここに来て、まあ、ここに来てな、もう横浜タイヤさんが出して、でコンチネンタルも、あ、そうなんですか。そう、スポーツコンタクト7が設定が出てきて、はい、なんでこの295-30-24が世界的に需要があるっていうことにメーカーが気づいたって、ね、あ、そうなんですか、ね、じゃあ選択肢も増えて、増えた、はい、急にで、うん、特にこの辺の車に組み合わせたい方は、うん、じゃあ横浜の107、はい、おすすめということ で、 おすすめです。今回装着されて、はい、で車高も今回ベタベタっすね。今今回その乗降モードなんで、はい、あの車速が入るとまあプッて上がる状態ではありますが、まあちょっと低いかなあの柄悪く見える原因がここの気がします。かっこいい車高です。別名かっこいい、はい、というわけでこんな感じの足元で、はい、でキャリパーとか今回触らずっすよ、ね、触らずで、前回そのレンジの時にまああれオートサロン出すんでマンソリーの同じホイールを履いて、なんか覗かれて、うわキャリパー塗られてねえじゃんって言われたら嫌だからって言って塗ったじゃない。全く見えないことをもう実証されたんで、はいはい、今回は何もしていません。というわけでこんな感じのサイドになってる。あと細かいところで言うと、はい、このボンネットのこの、この、ね、センターライン、これもともと何にもないんですよね。何にもないところに今回 の、 そのシリーズ2に関しては何にもないところに貼るっていう。なるほど、なんかボンネット変えたぐらいの。そうそうそう、はい、ボンネット変える必要ないんじゃないかっていう。これもだってカバンの狭いところに全部カーボンが中央に寄ってってますから、ね、すごいよね、はい、というわけでこんな感じのパーツもついてると、はい、そしてあとはサイド、はい、サイド、このバカデカ、この長いやつね、バカ長か、長いやつね、はい、あの僕のこの手伸ばしたのよりはるかにこの長いこのサイドスカートも、はい、なんかフロントに比べると割とこう控えめな印象ですけど、そうね、そんなに派手さがなく、まあ本当に下に追加するだけのものなんで。けどやっぱりドアもでかいし長いし、うん、迫力があるからか厚みが増して、あのバランス取れてんすよね。そうだね、なんか寂しい感じはしない、しないしない、はい、すごいバランス取れた感じのこんな感じのサイドスカート。そしてあの他のモデルと違って一直線なんですね。そうだね、確かに、あのゴーストとか出たりこう、ね、なんかエストとかってこうちょっとアクセントで前後こう出てたりしますけど、はいはいはい、ファントムの場合はもう一直線の、はい、そして後ろにマンソリーエンブレムがつくと。はい、つきます。これちゃんとくぼんでんすよね。そう、もうくぼんでてどうしようもないんで、ここにはマンソリーのロゴを別で貼って、後から貼って、でそのロゴもグロスブラックで塗って貼ってあります。そしてあと各部はこの辺多分メッキだった気がするんですけど、そうドアハンドルとキーシリンダーはブラック仕様、ね、窓枠とか黒くしてもここだけメッキなんで、そこはラッピングで、あ、これラッピングなんですね、はい、黒くしてあります。というわけでこことここもそこも、はい、黒くなってると。そして後ろに回ってきまして、はい、後ろのホイールも同サイズですよね。同サイズです。今回 の、 そのマンソリーのホイール自体は、はい、同サイズでスペーサーで調整するという。あ、ファントムにつけるんだったらこれみたいなスペーサーがついてくると、うん、でデズラもチューナーセッティングでちょい引っ込みな感じ、うん、はい、今まあ車高が下がこんだけ下がってるんでね、中に入ってる。なるほど、上げれば少し出てくるんで、はい、まあ、ちょうどいい感じじゃないかな。そして後ろは、はい、これまず、うん、トランクのこのスポイラー、はい、はい、これマンソリーです。マンソリーです。この上もか、上もルーフとトランク、これがマンソリーのスポイラー、はい、というわけで上はこの真ん中が少し出てるような、そうね、なんかこう出っ張ってるデザイン。そして端っこにマンソリーエンブレムはい、ついてます。そしてトランクも、はい、こっち側に端っこにマンソリーがついてる。でカーボンの面も全部中央にやってる。これだいぶいいっすね。これね、雰囲気がね、もともとファントムのこうお尻ってこうシュッてしぼまってる、すぼまってるデザインなんで、そこにまあ一つアクセントになるかな。確かに、だからフロントサイドリアってつけたらここはつけたいですね、マストで、うんうんうん、はい、そういうわけでこんなのもついてる、うん、そしてあとは下側のここが、はい、マンソリーになってます。バンパーですね。そうですね、はい、というわけでここが全部マンソリーになってると、はい、本当によくできてるっすよね、こういう本当に、まあ言われないとわからないよね。確かに。で下側だけこれカーボンが出てるんですか。そう、そこの部分と、あとダクト形状になってるところだけ残して、ここか、黒一色なんで分かりづらいですけど、ここのへこんでるとこだけカーボンが出てて、あと下ここ縫うように、はいはい、ディフューザー形状になって、
でこれディフューザーも真ん中一段ポコって出てたりしてすっごい凝ったデザインになってるんですよね。ここそしてここ全部プロテクションが貼られてると。はい。でこういったパーツって中までもちろんプロテクション貼ってあるんですよね。そう、あの僕らボンドボディの場合は今まではプロテクション外注さんで貼ってもらってたんで、エアロをつけた後にプロテクションフィルム屋さんみたいな流れだ。でも 今はプロテクションフィルムもボンドボディで貼れるんで、まずはフィルムを貼った上に最後エアロをくっつけていくっていうことができるんで、この中も貼ってあるんです。だからこういうスポイラーつけてもこの際が見えない。そう、これ重要じゃないですか、ね、切れてないんでね。だからこれどうしてもエアロつけた後にこれ貼ろうとするとここの際が出ちゃうんですけど、うんうん、この貼ってからスポイラー乗せてるんで、もうそれが見えない。そうっす。でこういったエアロパーツも全部貼ってあるんです。貼ってあります。でびっくりしたのはこのナンバーのとことかも全部貼ってあるんですよ。これあこの中ね。そうです、はい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 、ナンバーこれ一回外してますよね。はい、だから外します。というわけでこういった縁なんかも見えない。見えない。これってなかなか実写見ないと、うん、このクオリティって写真とか動画だと伝わりにくいですけど、確かにやっぱりこの手の車の乗られ方ってそういった細かいところにこだわられる方多いと思うんで、うん、まあ、ぜひこだわる方は。そうですね、だそれができるのがやっぱボンドボディでしかないと思うんで。そうですね、他じゃできないんでね。ぜひ気になる方はお問い合わせください。じゃあ最後になりますけども、はい、やっぱり安定のマンソリーですね。やっぱり安定のマンソリーですね。そしてこういったもうド級の車お任せいただけるのは本当にありがたいなと、はい、改めて思いました。はい、そしてマンソリーなんですけど、うん、もう今年も目が離せないんですよね。今年もどんどんね新作でみたいですね。はい、で特にいろんな車こうスタンバってるじゃないですかもう、うん、と思いきや、うん、ついこの間のインスタ見ました。ルッソ。そうなんですよ。見た。はい、あれ今っていう。いや多分いろいろ多分需要があったり、うん、要望があったりするんですよね。うん、だから結構見てるといやもうさすがに俺の車出ないだろうなっていう車も、うん、もしかしたら意外とねポコンって出てくるからね。しかもかっこいいですよね。かっこよかった。またちょっとあのいかつい感じと違う、うんうん、本当にすごいスタイリッシュなの。そう、なんか派手すぎずね、あの部分部分でカーボンを追加していく感じのものになってたんで、すごくいいなと思って。なんでいろんな車種網羅してますんで、はい、ぜひご相談いただけると、はい、特にやっぱりプラスアルファこういうペイントカスタマイズだったりとか、うん、組み合わせてよりかっこよくできると思いますんで、うん、はい、井村店長にご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。